八田和成です。切り絵による作品を作ったり、切り絵のライブパフォーマンスを行ったり、似顔絵を描いたり、自宅アトリエで絵画教室を行ったりしております。でこの動画では美術や絵画に興味を持っていただけるような、少しでもこう理解を深めていただけるようなことをお話しております。で普段は美術史ですとか、画家についてのお話が多いんですけれども、今回はですね、先日フジテレビのワイドなショーという情報バラエティ番組に、この番組の中でワイドなアーティストっていうコーナーが以前からありまして、ホームページから申し込みできるんですけれども、絵を描いたり何かこう作品を作ったりしている方が、写真とか、動画を送って、僕はその番組の出演者の方々の顔をこう切り絵に一つの一枚の作品に仕上げて、応募するときはその作品の画像ではなくて制作している様子の動画を収めてエントリーしたんですね。で今回はちょっとその応募した時の動画を見ていただこうかなと思います。
いかがだったでしょうか。まあ、番組の中では、その、まあ、古市さんが、こう、松本人志さんの鼻の、横顔のこの鼻のあたりにあって、まあ、キャラクター的に鼻につくキャラクターだから、そこの位置に持ってきたというようなお話してたと思うんですけれども、まあ、その位置とか、その人のサイズ感とか、いろいろまあ僕も考えながらやっているんですけれども、まあツイッターとかでね、中井くんのファンの方が、ちょうど松本さんのこの頭のね、このあたりにあった、書いてたと思うんですけれども、まあ、その方の解釈として、まあ、中井くんはこう番組の中枢にいるからこの位置なのかなとかいうのがあったりして、まあ、それはまあ僕は全然意図してなかったんですけれども、あ、なるほどなということもあり、まあ、絵を見て楽しめるっていうのは、まあ音楽とかでもそうなんですけれども、作り手のその、こう、意図的にこうしているっていうこととは別に、受け止めた人が、それぞれね、解釈をして楽しめるというところがいいところだと思うので、それぞれ見られた方がいろんなことを思ってくださればいいのかなと思います。で、なかなかね、こう、作り手と鑑賞者が、こう、作品見ながらお話しできるっていう場面はもう、その個展をするっていう会場でしかないので、やっぱりすごく大事な場所だなと改めて思うんですね。まあ今年はそのコロナ禍のそういう渦中にありましたので、夏ぐらいに個展を予定していたんですけれども、まあまあそれも流れ、結構こう、悶々としていた中で、こう、まあ作品をテレビというメディアで見ていただいて、ツイッターでこうなんか、こういろんな感想が見れたっていうことがすごく今年は嬉しいなと思いましたね。うん。で、多分見て、作品を見た方でもこう、これは何なん？これはこうなんちゃうん？とかいろんなことが出てきたと思うんですよ。なんで切り絵やねん。もう別にペンで書いたらええんちゃうん？とかいろんなことを思われたと思うんですけれども、まあ、そういうこともひっくるめて、なんかいろいろ思ってもらえるのが、まあ僕の作品に限らずどんなものでもそうなんですけれども、いいも悪いも、こうディスカッションができるものであってほしいですよね。今見ていただいた作品は、ちょっと手元にまだないんですけれども、いずれまた、手元に戻ってきますので、また来年にね、個展させてもらえた時に、まあ、のびのびと皆さんが会場に足を運べるような状況になることを祈りつつですけれども、また実物を見ながらゆっくりとお話しできる日が来たらいいなと思っております。まあ、必ずそんな日が来ると思いますので、その時はね、ぜひともありがとうございました。